南鎌倉高校女子自転車部は松本則之による日本の漫画月刊コミックブレードにて2011年8月号より連載開始。同志がオンライン化してからはウェブ上で連載され2018年10月の配信をもって完結した。公式略称はみなかま。元となった作品は松本がコミティアで反布した神奈川県鎌倉市を舞台に 自転車と少女を描いたイメージイラスト集南鎌倉高校女子自転車部シリーズである。作画はフルデジタルで行っており、作中に登場する自転車も 3D モデリングで取り込んでいる。これに関して松本はフリーハンドで描けば勢いも表現できるが、美少女の絵柄の場合、デジタルの方がカッチリしたペンタッチで描けると説明している。 2017年1月から3月までテレビアニメが放送されたが、このことに関して松本は企画段階でアニメ化を意識せずに連載開始当初からアニメの展開を意識しながら構成したと説明している。またメディアミックス展開として舞台化も企画されていたが、諸事情により白紙撤回された。長崎市から鎌倉市に引っ越してきた。 毎週ムヒロミは自身が通う女子校の南鎌倉高校の入学式の日に自転車に乗って登校するが、実は自転車に乗れないことを忘れてしまっており、同じく入学式に向かっていた秋月ともえに衝突しそうになる。そんなヒロミに対してともえは自転車の乗り方を親切に教え、どうにか自転車に乗れるようになったヒロミは自転車という乗り物に興味と楽しさを見出す。時を 同じくして、ヒロミともえは、ヒカナツミ、カミソウフおンと出会い、自転車に興味を持つ一年生の仲間同士で、部活動として、南鎌倉高校に自転車部を作ることを決める。そんなヒロミたちが新設した自転車部に対して、学校側が提示した条件は、設立から3ヶ月の間に部活動としての実績を作ることであった。学校側が考える実績が何なのか 暗中模索の状態の中で様々な可能性を考えながら、ヒロミたちは自転車部としてレースに参加したり、遠くへ走りに行ったりし、またその中でいろんな人と出会いながら自転車をはじめとする様々なことを学んでいく。声優はドラマ CD 版、アニメ版の順で記載。また、声優1名だけの記載の場合はアニメ版のみで、 ドラマ CD 版には登場しなかったことを示す。南鎌倉 FM 局の実業団自転車チーム。三浦半島ツーリングの際に行き合うほか、ガールズ、サイクルアドベンチャーツアー参加ライセンス試験の共感検試験官として現れる。第2巻の発売とともにオリジナルソングが制作され、メロンブックスの第2巻購入特典 CD に収録された。プロデュースは、 同人音楽サークル、遊兵サテライト。2015年8月11日にアニメ化が発表され、2017年1月から3月まで AT、X、テレビ神奈川他にて放送された。本編全12話に加えて特別編として1、エピソードが作られており、全13話構成。ストーリーは概ね漫画と同様だが、第12話と特別編は、 アニメオリジナルのエピソードとなっている。特別編は ATX では同年4月に放送された。キービジュアルではエノデン、極楽寺駅前に佇むヒロインたちが描かれている。自転車については、ブリジストンサイクルをはじめとして、宮田サイクル、ジャイアントピナレロキャノンデールスペシャライズドニールプライドの各日本法人の協力を得ており、実物と同盟。 同型の自転車が登場している。ありがとうございます。